YouTube ライガーチャンネル。いや今日は豪華だぜ。みんなびっくりするよ、このメンバー見ると。今日はですね、マスクマン、リモート対談、しかも飲みながらやりましょうというね、むちゃくちゃな企画でございます。最後どうなるか分かりません。それでは皆さん、今日リモート対談よろしくお願いいたします。お願いします。まっちゃんよそ見してんじゃない、まっちゃん。はい、手が出てきてるよ、手が。サムライも始まってるよ。はい、ちょっと待ってください。あ、待つんかい。あ、消えた。サムライ消えた。どこ、侍選手復活したか。あ、大丈夫、すいません。なぜ。何だ、何すいません。ああ、はい、あれ、侍選手タバコは ありますよ、まだ今んとこ。相変わらず吸ってるの。そら毎日パチンコ行きますか。あ、まあ、パチンコやった。パチンコとタバコ。そうっすよ。本当はこの時間もパチンコ行ってる時間なんですけどね。あ、わざわざ出てくれてごめんね、ありがとう。いいえ。あれ、侍さんはもうね、本名で呼んでいいんですか。いや、一応ダメでしょ。え、いや、僕、一番聞きたいのが、はい、あのほら前札幌で試合したじゃないですか、はい、なんか突然素顔でグローブつけてな。はい、グローブもあったけど、はい、一回なんか第一試合で突然、はい、あれじゃないですか、素顔で試合したじゃないですか、はい、だからそれでなんか試合終わったらマスクして帰ったら、あれは何だったんですかね。いや、あの意味が今もよくわかんないです。だからもう呼び方はいいですか、もう本名でも。ああ、変わらないですよ、もう。もう、いいの。まずいなの。毎日松田さん何やってるんですか。松田さん言うなよ、おい。パチンコぐらい。あの、まだセカンドバッグ持ってるんですか、黒いやつ。あ、ないない。ないんすか。あ、もうないよ。あれ、3点セットじゃないですか、あの黒いバッグとセカンドバッグとタバコとコーヒー。なんで。セカンドバッグ持ってっと置き忘れっからちょっとやめたんだ。すいません、何言ってか全然分からない。すいません。あのタイガーマスク選手は、はい、あの、はい、道の駅プロレスでデビューしたんですよね。はい、そうです。はい、その経緯というか、なぜあのサスケ選手のところの道の駅プロレスでデビューしたの。まあ、僕はもうね、あの体が小さいじゃないですか。はい。で、体が小さいので、やっぱりこう、まず佐山先生はやっぱり新日本プロレス出身なもんですから、お新日本プロレスで試合をできたらっていうのはあったらしいんですけども、はい、まあ所詮タイガーマスクでデビューしたとはいえども、プロレスなんか僕は全然もう 幼稚園生ぐらいのレベルでしかないわけですよ。で、その時にあの体が小さい時にその、まあ、道の駅プロレスという団体があって、そこはもう比較的まだみんなその体が小さい選手が多いということもあったんですけども、それで佐山先生がサスケさんに頼み込んで、こういう選手なんだけどぜひやってもらえないかってことを言ったら、もうサスケさんは心よく引き受けてくれて、実はですね、はい、週刊ゴングというのが当時ございましてですね、はいはいはい、その週刊ゴングの、まあ、編集長だったり、編集部の幹部の皆さんがですね、当時の佐山悟先生がですね、何やら新たなタイガーマスクを育ててるらしいぞというですね、なんか特ダネをキャッチしておりましてですね、じゃあそれを取材に行こうと。で、ついてはザ・グレート・サスケ君、あんたも一緒に来ないかいっていうことになりましてですね、私がその
スクープ取材に同行させていただいたんですね。はい、それで当時大宮にございました、シューティングのスーパータイガージムさんにですね、取材班というふうに私お邪魔してしまいましてですね、そこで、なんとタイガーマスクになるべく修行中だった、彼がいたと。なんかもうめちゃくちゃ強そうだし、身体能力ありそうだし、これはすごい人がいるなと。でですね、当時週刊ゴングの編集長だったり、幹部の皆さんがですね、いや、これはせっかくの出会いだし、道のくプロレスに押した方がいいんじゃないかということをですね、画策されましてですね。はいはい、そして、後日、佐山先生と、その週刊ゴングの幹部の皆さんがこう話し合ってですね、道のくプロレスいいんじゃないかみたいな感じになったみたいですよ。はい、僕は本当にその経緯がわからないんですよ。はい、ただ、その佐山さんからお前デビュー戦サスケさんに決まったよって言われた時は、本当にあれだったんですよ。もう僕はサスケさんといえどももうライガーさんとか皆さんとやられてた方だっていうのしか頭がないんですよ。はいはいはい。嘘でしょと。俺、いくらタイガーマスクといえども、一回もプロレスの試合なんかしたことないんですよと。おー、プレッシャーだね。もうめちゃくちゃプレッシャーですよ。で、どこでそのシングルマッチは組まれたんですか？そうですね、後楽のホールだったんですよね。すげえ、後楽のホールで。足折ってたんですよね。うん、そうでしたね。はい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 。誰が勝つの？足折ってて、はい、もしかしたらこのデビュー戦ができないんじゃないかっていうようなことを聞いてたんですけど、はいはい。で、本人がやるって言ってるって言われて、逆にこう、プロレスラーはやっぱすげえと思いました、ここで。まあ、サスケ選手、頭蓋骨折れても試合してるぐらいですから。足折れてもやるんじゃないかと思いますけどね。そうですね、骨折ぐらいだと、まあ、怪我のうちには入らないというところはね、ございますけどね。はい、いや、もう僕は本当にありがたかったです、本当に。そうですね、スーパー選手がデビュー戦、しかも、後楽園ホールで。いや、そうです、そうです。はい、しかも、ものすごく、恐縮だったのは、デビュー後でしたでしょうかね、佐山先生がですね、わざわざ岩手、盛岡までいらしてくださってですね。はい。で、改めまして、タイガーマスクをよろしくお願いします、的な感じの、ご挨拶をわざわざですね、すごいお越しくださって、わざわざ、私はもう感激して、もう死にそうになりましたね。いや、やっぱり、師匠なんですね、自分の弟子をよろしくお願いしますって、頭下げに盛岡まで行かれたっていうのはすごい。でもあの時あれですね、佐山先生。駅で確か駅のまだなんかお蕎麦屋さんとかいっぱいあったんですよ、ね、そうね、まだ店があった頃ね、はい、はい、お前と食うのは最後だって言われてなんかもう永遠の別れみたいな挨拶、ね、そうですもう元気でなって置いてから捨て子なのひどいなまあそこでタイガーも腹をくくったということですよねあ、なるほどね、まあ寒いとこだと思いましたけどねそう、侍選手そういったもう面も含めてのね、はい、腹のくくり方だったと思いますよ。侍聞こえてる侍選手はい起きてる。あ、大丈夫です。あ、そう、侍選手の全然興味ないですよねリモートだからどんどん侍選手も発言してね。ああ、興味あったら。いや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 今これ、侍さん映ってるんですからね。分かってるって。ああ、そう。侍選手、一つ質問していい？ああ、どうぞ。侍誕生秘話なんだけど。ええ。で、メキシコでエル侍というマスクマンっていうのは、誰が発案なんですか？あれ、浅井が考えて。浅井選手、ウルティモドラゴン選手。あ、そうそう。へぇ。で、実は、エル侍さんのマスクは、
あのウルティマドラゴン校長がデザインされたんですよ。あ、本当に？そうなんです。あの最初のマスクですよね。はい、はい、それはあのドラゴン校長ご本人から私お聞きしまして、で実はですね、当時あのメキシコ私修行行った時にエルサムライさんもいらっしゃいましてですね。ほー、はい、こんな感じで、これがですね毎週日曜日の、トレオというエルトレオという会場なんです。闘牛場。はい、そうです、闘牛場です。はい、収容人数2万人とかそのぐらいの規模の会場なんですけど、でそこで、サムライさんともういきなりタッグ組ませていただいて、ずっと、はい、やらせていただきました。でその時の私のマスクはこうちょんまげがあのついてたんですね。おー、すごい。こんな感じですね。あ、懐かしい。サムライ選手もそんな感じだったよね。そうなんです、そうなんです、はい、すごくシンプルな、シンプルな感じで。シンプルでしたよね。サムライ選手のマスクって昔はすごいシンプルだったんですよね。これデザイン良くないですか？いや、いいよ。いや、いい悪いじゃなくてシンプルだったねっていう話だよ。あ、そうですか。ありがとうございます。このマスクってあれですよね、この日の丸の下にあのカッターナイフみたいなのがついてるやつですよね。そうですよ。あ、そうですね。カッターナイフって何？まあ、刀ですよね。刀カッターナイフってもね、ずいぶんランクが下がりますけどもね。でも今のさ、侍選手のマスクってこれ武士のあの鎧みたいなデザインじゃないですか。こういう風に大きくイメージチェンジしたのはなんで？いや、なんでって自分で考えたわけじゃないですけど、あのマスク作ってくれる人にみんな任せたらこうなりました。あなたの意思じゃないんですよ、そのマスクは。自分の考えは一つも入ってません。いいんかよ、そんなんで。いや、一つぐらい入れましょうよ、サムライさん。いや、なんで、ね、全然こだわりとかないんですか？ありません。いや、一つぐらいこだわり持ちましょうよ。なんかないの、こうしたいなっていうのは。いや、今さらないっすよ。今さらないんだ。やる気ゼロだな、これ。ゼロですよ、もう試合なんかしてないですから。ああ、そう。でも、まっちゃんの試合を見たいっていうファンの人の声、大きいよ。だって、この間は僕の引退の時に来てくれたじゃないですか。あの時、会場の盛り上がり聞いたでしょ。おおってなったよ。すごいですね。いや、すごい、あんただよ、だから。すごいですね、じゃなくて。あんたの声援がすごかったの。でも、試合は無理ですよ、本当に。あ、そんなに膝悪いの？いや、本当に走れないですよ、だって。僕、この間、田中リングアナとちょっとリモート対談させてもらった時にね、はい、僕はそんな大きな怪我が少ないって言ったらですね、はい、田中リングアナが、はい、その分、あんたのパートナーのエル侍が大怪我してんだよって言われて。僕らは我慢してんすよ。我慢してたの？ちょっとぐらいは我慢しますよ。でもあのエル侍選手のくるくるトペ、僕をロープに振るのを僕が振り返してそのまま侍選手が場外飛んでくっていうのを。なんでよ、ライアーは一度も飛んだことないですよ。自分で行こうっていう気持ちがないの？言われたことないですもんね。佐助さん、はい、僕あの新日本に行ってから、はい、ライガーさんと、はい、松田さんとよく組ましてもらったんですよ。それで、必ずくるくるトペがあるんですよ。あのあれですよね、もう侍さんがあれーと飛ばされておくようなやつですよね。そうそう、相手がちょうどいいところ落ちて、はいはい、ものすごいいいタイミングで、はい、ライガーさんが、はい、侍って呼ぶわけですよ。はい、松田さんがちっちゃい声でもうやだよって言うんですけど、はい、やだよって言うんですけど、ロープ入ってくるんですよ、こうやって。はいはいはい、それでライガーさんが飛ばそうと思って、はいはいはい、くるっと回って松田さんをバーって行くんですけど、はい、これがね、
日に日にね、エスカレートしてって、はい、最後は、はい、飛ばすときに頭持ってこうやって飛ばすんですよ。もう無理やり。どうしたんですかね。はい、あの扉が危ない危ない危ない足もつれながらでもうまいコピー行くんですよ。それはね、侍選手、ファンの方の誤解を招くようなことになるからちょっと言いたいんだけど、侍選手って空中のバランスがすごく良くて、まっすぐ一直線取ってくるんですよ、プシューンって。もうそれがすごい後ろで見てても綺麗で、うん、でふと思ったんですよ、こんなに綺麗だし威力があるなら、うん、スピードを出して振ったらもっと威力あるんじゃねえかなと思って。それでこう徐々に徐々にこう振っている力を大きくしてたんですけど、そんなに侍選手が文句言ってと思わなかったから最後は本当にあのタイガーマスク先生が言ったように後頭部持ってうわーって振ってたら侍選手相手に当たってそのまま体がくるって向こうに飛んで客席にドーン入っていって、うわ危ねえと思いながらヒヤヒヤしながら見てたんだから。トップへ行くとものすごい勢いでリングに戻ってくるわけですよ。そしたら開口一番ライガーさんに危ないよって思って無理やり飛ばすなと。ってあれ自分が捕まってやっとコーナーに戻って、あのライガーにタッチしたら今度その後すぐですよ。疲れてるのに投げようとするんですよ。僕組んだ時に言ってました、松田さんがライガーさんにタッチして、ライガーさん出て戻ってきて松田さんタッチしたら早いよほんと早いっすよ。でもそう言いつつタッチしてなんか入ってやってくれる、入ってやってるんだもん。もちろん息が切れてるからすぐに相手にポカーって止められてまた回されるんだけど、いやいや勘弁しがたいよライガーさんすいません、あのちなみに今日ってあのリモート飲み会的な感じですよね。はい、僕は飲んでますよ。ああ、もう飲んじゃっていいんですか。いいよ、俺これ口腔肺見えないから。あ、そうだったんですね。あのいつ乾杯始まるのかなと思って。あ、俺乾杯してねえやまだ。あ、すまんすまん。じゃあみんな乾杯行こうや。持ってる侍ちゃんは、はい、侍ビールだ。佐々木選手も用意はいいですか。はい、はい、用意しました。はい、じゃあ、どんぶりかよ。はい、では、リモート飲み会、始まりー。まさらかよ。